大谷の6号ホームランの打球速度は今季最速。ジャーニーは大谷が9回の第5打席で放った右小枝弾は打球速度 118.7 マイル、約191キロで、飛距離は450フィート、約 137.2 メートルを計測。MLB 公式のサラ・ラングス記者によると、打球速度は本塁打となったものでは自己最速、スタッドキャスト計測開始の2015年以降でドジャースでの最速弾となった。驚愕の一発はメジャーでも今季最速となった。これまでのトップは同じ日本選手のカブス、鈴木誠也が野手が4月3日、同4日のロッキーズ戦で放った左中間スタンドへの2号ソロで、打球速度は115マイル、約185キロだった。同じ1994年生まれの日本人スラッガーが今季のメジャー最速弾1、2位を占めた。このデータにファンも興味津々、日本選手の1、2位にファンも、10年前は想像もつかなかったなどと喜んでいる。今までの1位は誠也だったのか。日本人がメジャーの今季の打球速度の1位と2位を取ってるってすごすぎるだろう。大谷もすごいが誠也もすげえな。日本人として誇らしいわ。本当にこんな日が来るとは誰が想像できたでしょうね。早かろうが遅かろうが同じホームランだと。ただメジャーのホームラン打球速度ワンツーフィニッシュ、これ以上野球ファンをワクワクさせることがあるか。得点としては同じホームランに変わりはないけど、それでもこういう記録を日本人2人が上位を取っているというのは嬉しい。メジャーリーガーは体格も日本の選手よりもでかい選手が多い中で、それでもパワーと技術でそれを上回る打球速度を記録しているのがすごい。誠也は脇腹の張りで離脱しているのがもどかしい。調子は良かったから、試合に出続けたらもう数本はホームラン打ってただろうな。復帰してから開幕直後の好調を維持して休んでた分まで打ってほしいわ。2人とも日本の誇りや、ランナー打ってアメリカから喜ばしいニュースを届けまくってほしい。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。